どうも国蔵です。すげえ雨。うんうん、屋内でやるよって話だけどね、ちょっと、ね、異常がねあってね。今日は聞こえるのかな。なんか変、あ、なんか変かな。あ、これね、これは、トロンボーンのマークです。 AJW ロカーフです。その普通にこうねついてる感じですけど、まあ、この楽器少し太いので、あれですけど、今使っている楽器はですね、こういうやつ、こういうやつ、こういうやつ、うん、インフィニタス、カツヤホーンですね。インフィニタスね、こういうカツヤホーン書いてありました。これでウォーミングアップをしようってことです。どんな風に聞こえてるかわからないけど、雨ザーザーですね。本当すごいな、今日。どういうことか。梅雨ですかね。まあ、雨は別にいいんだけど、このトロンボーンのマウスピースを、で吹くという、これ意外に、そうですね、仲間内にもいましたね。なんか、奥村くんとかは、弟くんがオーケストラのトロンボーンプレイヤーだった。彼の楽器のケースにはトロンボーンのマウスピースが、入ってて、何するのと思ったんだけど、まあ、同じようなこういう使い方をする。トランペットプレイヤー、世界的なプレイヤーの中には、アルトホーンの、まあ、マウスピースで、ウォーミングアップするとか、いろいろやってますけど、私の場合は、ただ単純に、バリトンを吹くと、便利だなと思って、こうやって吹いてくれます。で、普通のトランペットはここまで入らないかな。なんかこう、結構、こんなに入るので。でも、もちろん、ピッチャー下がるから、まあ、それなりにこう意識して吹けばいいと思います。パッと見そんなに違和感ないとは思うんですが、これ用に、短く例えばここまでジョイントできるようにこうもっとこう負荷改良にしてもいいんですが、それでもピッチャー届かないので、まあこれはこれでウォーミングアップ用ということで、トロンボーンを吹けるって言って、トロンボーンね難しいんですよ。うん、まあぼちぼちやっております。 AJW トロンボーンのマウスピース。楽器の話なんだけど、これね、いろいろデザインが面白いなというところがあって、例えばこの指掛け、指掛け、これしかないの、これしかない、これしかないと、どういうことかって、外れそうな感じ、これがちょっと嫌なので、嫌なので、まあ、XO のやつに変えちゃおうかなとは思ってます。丸にしよう、丸。丸がいいよ。丸。ここは別にいいけど、うん、この丸でお願いします。それと、ピストンなんですよ。よく見るとね、50年代の、コンのステレーション、コンステレーションっていうやつと、バルブのね、こう、外見のデザインも非常に、あれこれどっかで見たなと思ったら、コンステレーションじゃないですか。って思いました。まあ、いろいろ、変えて大丈夫だと思うので、変えますか。あと、あれですね、最近はこれが流行りなんですかね、この。1点ずつ止めで、こことここと、要するに日本支柱の場所違いみたいな。まあまあ、こういうの。で、久しぶりの雨どき。これがね、固まるんだ。なんでだろうかね。じゃあまあ、オイルは刺していきましょう。そんなわけで、勝谷本でした。丸。